まあ、ダイオンとしてはね、こうつないでつないでね、なんとかこうやっていくことが大事でしょうね。やはり大きいのを狙わずに、やはりなんとか1人もね、つないでいくことが、はい、痛烈の打球、サード松田よく取った、ワンアウト。これがホークスの勢い、そしてマジック1の力か。いや、それよりも松田がホークスが育ててきた力と言った方がいいかもしれません。いい反応でした。そうですね、まあ、昨日もね、いい反応してサードでね、ナイスプレーがありましたけどね、本当に打つだけでなく守りでもね、本当にチームに貢献してますよね。